ございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お話し会楽しみです。今日と明日ですね、2日間よろしくお願いしますそうです、そう、後ろに飾りました。ありがとうございます。めっちゃ可愛いよね。可愛い。あ、でもちょっと取れてる。待ってください、ちょっと取れてる。あのね、めっちゃパジャマなんですよ、今本当にパジャマなんですよね、めっちゃ。なのでよろしくお願いしますよろしくお願いします。おはよう、おはようございます。おはよう。今日は生誕 T シャツの日です。そうですね、よろしくお願いします。はい、髪の毛がボサボサです。でもね、起きてはもう時間は経ちましたけど、髪の毛は違う、メイクはしたんですけど髪の毛は何もしてない、だからボサボサです。おはようおはようございます。みーたん、あ、おはーみーたん、今日から2日がめっちゃ楽しみね。楽しみですね、よろしくお願いします。あのツイッターよかったらいいねしてください。さっきこうやって撮ったやつあげた。はいおはよう。あ、追加分もすぐにお支払いしてありがとう。多分今日の23時59分までお支払い方法選択期限なので、よかったらお願いします、忘れずによろしくお願いします。生誕祭良すぎで未だに余韻に浸ってますよって、ありがとう。確かにね、あ、今まだ余韻ですよ。余韻で浸ってますねおはよう、おはよう、おはようございます。生誕でやつないけど許しない、大丈夫ですよ。あの、ネットの方はまだ届いてないっぽいですので、全然お気になさらずそう、ゴンチャめっちゃ久しぶり飲んだんですよね。2ヶ月ぶりぐらい飲みました、本当に2ヶ月ぶりぐらいですね。そう、やばいよな、2ヶ月だって全然飲んで。じゃあちょっと飲みたかったんですけど、なんかね、あの、その買いに行くのがちょっとめんどくさくて、本当にあみよね、謎のところめんどくさがり屋なんで、まあちょっとやめてなったんですけど、もうね、どうしても飲みたくて飲んできました。テストはどうやった？テストはな、なんか普通ですねでもなんか今回はまあ勉強した気になってるだけであんまりしない感じなんです。自分で分かってるんだよ、勉強するわとか言ってしてないタイプの感じだったんですけど、まあそれにしたらめっちゃできたと思いますよ。特にね、今回自信があるのは、あ、逆に自信ないのが英語ですね。英語本当に2番目に自信ない、1番は技術ですね。その技術家庭科って出るやんか、技術できてない、家庭科はグッと。今回は、地理が、なんか勉強してないくせに結構ね、なぜか自信があるんですよね。そうです。結果楽しみ。そうですね。楽しみですね、結果。待っててください。待っててね。さあ、結果はどうだ。いやー、でもそんな良くないと思います。悪くはないけど良くもないって感じな気がしますよ。まあ家庭科とか得意そうやって、家庭科か、家庭科はね微妙ですね。家庭科めっちゃ覚えることいっぱいなんですよ。なんかさ、服とか買った時ってさ、
値札っていうかさ、こうこなんかさ左側にさついてるやん、札が、あの取扱表示法みたいな、表示みたいな、それでなんかこういうマークは何ですかみたいな、それで手洗い洗濯とかアイロンとか書いて、で何度までいけるとか、そういうの書くのがめっちゃ難しかったですね。はい、そうですね。おはようございます。またルームズゲネジェンス教えてねって、よければでもめっちゃよかったら、まあ、モバメぐらいならいいやつだけ書いてるかもしれないですね、はい、通信簿もあるのって、あ、成績表のやつですかね。ありますね、多分あの1学期が終わるときにもらいます、夏休みに入る前。まだまだやな、タグか、タグや、普通にタグです。生活に必要なやつ、そうです、生活に必要なやつかな、多分なんか服を洗うときにみたいな感じですね。気をつけること、なんかあのアイロンを当てちゃダメとか、洗剤、あ、漂白をしちゃダメとか、そういう感じですね。でも洗濯機の回し方知らんねんな、やばいよな。じゃ知ってんねんけどな、知ってるで、知ってるけど知らない、なんかね微妙なラインなんですよ。そうですね、知ってるけどみたいな感じですね。洗濯機とかあんまり自分で回さないですよね、だっておばさんのよな、それなら全然アイロンとかの方ができますよね、普通に。洗濯機はやらないですはい、畳む方が多い、手伝うなら。おはみこ、おはみこ、にゃっほそのパジャマは手洗い洗濯に見えますよって、これですか、これ手洗いじゃなくていいんですよ、普通にポイって入れるだけですね。ボタン押すだけじゃないんかいって、多分ボタン押すだけやけど、あのさ、なんかどれぐらいさ洗剤を入れるとかが全く分かんないんですよね、分かんないですよね。今ボタン一つできるやってまた習っておきますね。まあなんかあった時に自分で洗濯回さないといけない時があるかもしれないので、まああまりないと思うけど、毎度邪魔すんでやって、邪魔すんなら帰っておはようございます、お疲れ様、お疲れ様です。そう、ボタン操作できるけど何が行われてるかわからないけど、そうなんですよ。炊飯器を使えるがもちろんです、炊飯器を使います。あとは何ですかね、使えそうで使えないものみたいな。はじめまして、はじめまして。まあ覚えておけば役に立つ、そうかな、覚えておきます。じゃ中学生なんてそんなもんやで、よかった、網だけしなかったらもう恥ずかしいからね、よかったです。はい、おはよう、おはよう。自分は全部適当で、あら確かにな、適当もいいかもですね。よし、水揚げ、ミヒモブにしてたね、似合ってたね。ねえ、ミヒナさんめっちゃ大人っぽくなって、めっちゃ可愛かった、めっちゃ大人っぽくなってたねえ、めっちゃ可愛かった。あの TikTok で見ました、なんかさ、なんなん、どんな音源か忘れちゃったけど、やってたんですよ、変身みたいな。そう、これは裁縫できないからボタン取れたらもう切れないよって、うわ、それは悲しいな。今からでもまだ間に合います、頑張ってください、はい、携帯ガスコンロとかやって、ガスコンロ使わへんな、あんま使わんですね。
電子レンジも使えれる。あ、最近、じゃちょっともうこれ恥ずかしいんですけど、あのオーブン使うのめっちゃ怖かったんですよ、暑いから。だけど最近オーブン使えるようになりました、ちゃんと一人で。最近じゃないな、1年前ぐらいけど怖かったんですよ、ずっと暑いもんだって。掃除機は使えます。あ、アミね、マッチ使えますよ。すごいやろ、これ結構すごいんですよあのこうやってプシュってやるんですけども、理科の実験とかで火をつけるやんか、その時にガスバーナーをつける前にこうやってやって、空気の元栓とかそういうのを調節して火をつけるんですけど、アミの班の子が、まあ、出席番号でやるんですけどね、まだ一生変わらんねん、学年が終わるまで。でアミの班の子がなんかつけれる子はおんねんけど、なんか他にやりたいことがあるんやな、なんかみんな振り分けるやんか。で僕はこれがやりたいとか私はこれがやりたいみたいなのがあって、別にさこだわりがないからさ、別に何でもいいよとか言ってたら、みんなマッチやって言うから、アミがいつもやるんですよ。でもな、これを毎回言ってたらな、逆に周りの子ができなくなりました。怖いからやってって言われるようになりましたね、はい、そうなんです、すごいやろ。ちょっと自慢ですね、マッチが使えちゃうんだぞっていうこれはアミでもボブにする流れかやって、アミもボブにしたいんですよ。そう、ボブタンになりましょうか。でもな、あのなんかボブって多分夏めっちゃ暑いやん、髪くくられへんから。だからね、ボブはない気がするな。アミ着るならこれぐらいですね、これぐらい着りたい。今は長すぎる、ちょっとこれぐらいにしたい。髪はくくれるぐらいがいいですね。でもボブめっちゃ可愛いですよね。ね、卵とか爆発させてないやって、それ卵電子レンジダメですよ。そう、ゆで卵があかんのよ、いきます。皮を剥いてないゆで卵はダメみたいな、ちょっと忘れたけど。ライターはで、ライターも使える。そう、ライターはこの前ろうそくに火をつけた、誕生日の時に。そうです、マッチつけれるナノのマウント大事やからな、やっぱ。意外に使えない人おらんから。そう、レンジで1万円だと温めると思えるでやって、大丈夫、あの温めないようにしときます怖いな。綿棒ぐらい たくさん入ったマッチがあったのよやって。そうなんや。アミが使ってるのはこれぐらいの箱の中に入ってるやつですね。箱です、これぐらいの、これぐらいですの箱にマッチが入ってる。で横にザラザラがあって、そこでこうやってやんねん。そうです。アミコは髪切っちゃダメやって。やっぱボブよりも長い方が似合いますかね。アミは分からんねん、ボブをね、あの本当に3歳ぐらいの頃にやってから一生やってないんですよ。バトンやってたからね、あの髪くくれるようにしとかなあかんかったから、最低でもこれぐらいの長さはあったんですよ、これぐらい。だからボブが似合うか似合わないかが全く分かんないですね。そうです、うん、はい。そんなにボブ流行ってるのって分からへん、流行ってるんですかね、わかんないですね。そうです、あ、暑いから部分にするんやないや、するんやないかかな。そうだな。でもさ、夏場今切ったらさ、多分さ夏場ぐらい伸びてくるからさ、そのくくられへんボブぐらいが一番暑いってない、多分どうやろ俺の好きな黒髪ロングがこの短期間で2人も入ってなきですよって。確かにそれはなきですね。そう、髪くくれるとヘアアレンジがいっぱいできるもん、それいいですよね。
です。あ、間違えた。のみたんは私的にボブよりロング派ですよね。全然ボブの想像がつかへんもんな。確かに違いますよね、きっと。ちゃうな、ボブはないな。どうでしょう、わかるんですけど、はい、逆にボブジュのみかにゃん知ってます。めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛かった、みかんなさん。だけどロングめっちゃ好きです、アミはね。はい、おはよう。あ、15分経過しました、ありがとうございます。はい、あ、ボクボブさんが言ってくださいやって。ボクボブ、イエーイ。早口言葉ですかこれは。どうでしょうかね。海の上でもボニーでしたら首元涼しくなるからな。確かにな、それはそうです。はい。おはよう。なみちゃんゴンチャ好きなの？好きですね。全然ゴンチャとか、まあ、タピオカとか全然、まあ、飲んでたけど、そんなに、まあ日常的には飲まなかったんです。まあ飲むけど、そのゴンチャとかは飲まなかったんですよ。だけど入ってから、まあさゆきちゃんとか高校生の子たちがめっちゃ飲んでて、で一緒に行こうって言われて行って、もうおいスイーってなってね、好きになりました。海は黒糖が一番好きです。黒糖ウーロンミルクティーが一番美味しいです。ほんで甘さは普通で、氷を少なめにするのが好きです。氷溶けてくの嫌ですから、ね、でもないとすぐぬるくなっちゃう。はい。お兄ちゃんどんな髪型なのって、どんな髪型なんやろ、なんかわかんないですよね。髪型ってどうやって見て決めたらいいかわかんないんですけど、髪の毛はわかんないですね、全然。なん、どういう感じなんでしょうかね。そう、おいすいやで、おいすい。皆さんおいしかったら言ってみてください。よしみもボブにしたら首元熱いって言ってた。なんかさゆきちゃんが言ってました。なんかだからボブにするなら冬場がいいよって言われました、あみに。めっちゃ熱いって。なんかさゆきちゃんは今は伸びたからくくれるぐらいになったけど、めっちゃ熱かったって言ってましたね。そうです、ほのびたびおかやさんでバイトしてたよね。そうらしいですね。なんかアミコって高校入ったらギャルになりそうなのから嘘やん。ほんまにギャルとかやってそうですか。大丈夫ですよ多分。どうやらそのギャルがどこからか分からへんけど、そんなには大丈夫だと思います。多分予想はなはずですね。分からへんけど、どういう髪型に制度があるって。でも一生に一回でいいから、一回でいいからボブにしてみたいですね。一回どうでしょう。でもね、ボブに似合わん気がするんですよね。ボブ分かんないですよね、ほんと。こうやってさ、後ろに通してこうしたらボブになりますか。いや多分ボブは似合わないです。似合う人はめっちゃ似合うけど、でもきっと似合わない。そうです。はい、丸刈りなら涼しいよって。確かに金子さん涼しそうですよね、めっちゃ。お兄ちゃんアフロリーゼントって違います。あ、なんかそういうのはやってないですね。こういうやつ、リーゼント、こういうやつですよね。リーゼント見えますか、この上になんか網が乗っかってそうなの。そういう感じですね、多分。間違いなくプリ取りまくってな、確かにな。
でもね、実はね、中学生やけど、中学生、まあ関係ないかもなんですけど、あんま今年撮ってないんですよね。撮る時間がなかなかなくてね、友達とまず遊べてないんですよ、あんまり。中2は特になぜか。そうですね、だから遊びたいけど、夏休みも結構ね、忙しいので、ライブと近っ端祭があるのでね。はい、僕ギャル、あ、マジだ、僕ギャル、僕ギャル、僕ギャル、難しい。ディズニーキャラはロングを、確かにロングばっかりですね。でもソフィアとかはボブじゃないけど、これぐらいじゃない、多分短め。ラプンツェルもボブになったし、そうですそう、ボブって逆に熱いらしいですね。はいテリカーシスゴソ、あ、確かに金子さんフェーズの意味で電電って熱いな、確かに直接当たるもん、確かに熱いわ。しっかり帽子かぶって焼けるの対策してください。あ、プリ高くない、高い。アミがね、ちっちゃい頃は400、300円、じゃあ400円って、もともと400円って2年生ぐらいの時は。でもね、4年生ぐらい、コロナ、いや、コロナ中でもプリなんか取りに行かへんもん。いつやろ、でも4年生ぐらいだと思いますよ。4年生ぐらいから500円になって、今600円なんですよ。高すぎ、ほんとやばいですよね。もうプリクラ高いね、ほんとそうなんです、高すぎです、ほんと。照明写真が1000円でびっくり、やば、1000円はやばい、やばいですね。そう、高いです、高須クリニック、本当にね。今600円します。2人で割ったら300円やから、雨がちっちゃい頃の値段、あと100円払えば取れてたんですよ。高すぎですよね。そうで、それでね、だからね、4人とかで取るときめっちゃめんどくさい。150円、50円がね、まあでも500円のときよりは割りやすくなったんですよね。500円のときはなんか割り切られへんからむずいんですよ。でしさ、プリクラをさ、その日に2回取ろうとかなったときにね、1日違うプリキで2個取ろうってなったらね、全部で1200円かかるんですよ、やばいよな。でもまあ一人で取らんからあれですけども、そうです、そうですね。そういえば少し前に休憩のボブ時代投稿が謎に流行ってた、確かに流行ってた、懐かしいね。スマホの芯でいいやんって思うけど、プリクラの良さを教えてって。プリクラの良さはまず、その位置は形に残るやん。その写真やったらスマホに入るだけやろ、だけどこう物として残るやろ、多分それがいいんですよ、まず1個は。それでもう1つは、やっぱその空間がいいんですよ、きっと。なんか楽しんでるなーみたいな感じじゃない、ハミも分からへん、なんで撮ってるかですね。はい、あとは宇宙人になれるって感じです。もう誰か分かれへん、原型をとどめていないので。だからね、あのね、ほんと誰ってなりますよね、プレイから見るだけじゃ。落書きは楽しいんですよねって。でもね、最近落書きしないんですよ、なんか。そうなんです、みんな落書きしひんねん。あ、ちょっとはするねんけど、わかる、なん時と場合によりやけど、落書きは。だけどもう普通見とるだけじゃもう書かへん人が多いですね。まあ書く人は書くけど、書かない人の方が多いんですよ。そう、じゃあそろそろね、そろそろ
今日のうちのコスモライトさんの絵を描きたいと思います。のみたんプリチョ持ってるやつ、なんか昔ってプリクラ交換してたんですよね。めっちゃびっくりした。のみもプリチョっていうかね、ありますよ。めっちゃ直してる。でももう収まりきらなくなってね、他のプリクラはどっか行ったりしてますね。すごいね、めっちゃちっちゃい頃からあるもん。ね、アミが一番初めに撮ったのは多分1年生ぐらいと思うけど、あ、多分これがねちっちゃい、多分きっと待って、でもこれ相手が映っちゃうから良くないかもなんですけど、ちょっと良くないかもやけど、これ見てください。あ、見えんですね。あ、見えんわ。ダメですわ。反射しちゃう。あのね、これ、あ、この時はまだそれこそ300円とかだったんですよ。こんなでかいのついてくんのに。すごいですよね。もう今ちっちゃいちっちゃいなんですよ。あの、この時は、身長型リンクってさ、プリクラって加工されるやんか。それでな、なんか、リップとか勝手についてくれるんですけど、身長が小さすぎてチークとかこの辺に折ったんですよ。もう目の上みたいな感じになってました。でも前髪がねまだないんですよ、この時。そうです、シール時代ですね。今もシールはもらえるけど、すっごいちっちゃいです。めっちゃちっちゃいんですよ。はい、そんな感じですね。はい、え、今ってプリクラ交換しないの？しないですね。プリクラ交換とかも絶対しない。見せるぐらい。そう、半透明にもなってますよ、プリクラが。プリクラって普通シールと思うやん。でも普通にカード系になってるやつもあるんですよ。ちょっとどれにしようってなると難しいけど、カード系だからね。カード系もうシールの役割してないの。取って印刷されただけって感じです。透明のやつってなかなかないですね。可愛いのないもん全部。しかもめっちゃちっちゃいんです。本当にちっちゃいよ、ほんまにめっちゃちっちゃい。アミの一番最近のプリクラ、ちょっと待ってください。アミが一番最近のプリクラはね、あのママとその家族でね、この前というかゴールデンウィークかなに行ったんですけど、その時にママと撮ったやつやけど、一番は。だけど、びっくりした。だけど、友達と撮ったやつやったら、一番最近がね、2024の3月13、やばくない？もう、すごい前って感じですね。それだったら、端っこのやつがないからね、見せるの難しいけど。これですね。見えんですね。あ、見えへんわ。諦め。見えんですけど。あ、見えん。見えへん。見えへんかった。仕方ない。そういう感じですね。はい。でーし。はい。コスモライトさん来てるかな。ちょっと待って、探します一回。いやー、あー、あれまた来てない。あ、シール帳、シール、あ、違うわ、間違えた。あ、おる、いらっしゃる。あ、久しぶりにハワークのみでお願いしますって。わかりました。昨日のやつ。あのね、友達からね、あのね、あ、パンチュのティッシュケースをもらいました。
いい報告だけでした。じゃあ書きます。ハワーくん、ちょっと待ってください。途中までは書けたけど顔はちゃんと見ないと間違えたらやばいのでね。オッケー、書けた。チュ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 。最近ね、TikTok でね、君のための君のための君の歌っていう曲がめっちゃ流れてきます。なぜか。皆さんも聞いてみてください。かけた、かけました。これは上出来出来ですね。かけた。ダダーン。めっちゃ可愛くないですか。おー、こんな感じ。オッケー、こういう感じ。はいはい、チーズ。ありがとうございます。そう、いいですね、かわいい、ありがとう。では団地を見たいと思います。めっちゃね、実はね、雨、今この部屋クーラーしてないんですよ。めっちゃ暑い。じゃあ読みたいと思います。10歳ゴルさん、ありがとうございます。12位ベリマヨさん、ありがとうございます。11位マキマキちゃん、ありがとうございます。10位カヨちゃん、ありがとうございます。9位マボさん、ありがとうございます。8位 FFF さん、ありがとうございます。7位日高浩二さん、ありがとうございます。6位高政さん、ありがとうございます。5位モンテさん、ありがとうございます。4位ひろゆきさん、ありがとうございます。3位コニタン、ありがとうございます。2位まふみさん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ドン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございました。それではね、お兄ちゃん、それの起きるの遅い。なんだ、もう9時です。ということで終わりたいと思います。じゃあ後でお話し会よろしくお願いします。と、第13受付のお支払い方法選択期限が今日の23時59分までなので、忘れずにお願いします。じゃあ終わりたいと思います。せーの、コスモライトさん、イエーイ。また後で会いましょうね。ありがとうございました。